やあみんな、ウティだ。私はバズライトイヤースペースレンジャーだ。ああ、なんか変えた。ちょっとな、これ続いててレパートリーが思い浮かばなくなった。セリフを変えよう。スペースレンジャー。スペースレンジャー。いやまず、うん、今日はな、うん、俺がパリディズニーに行ってきた話を聞いてくれ。何だそれ。いや聞きたいけど、はい、それは一体どういう経緯でパリディズニーに行くことになったんだい君。そうだよな、あ、実は最近俺その、うん、新婚旅行に行ってて。ああ、そう、確かに結婚したからな。うん、イタリアとフランスを回ったんだけど。すごい、すごい、新婚旅行、高価な新婚旅行だな。うん、新婚旅行でお金なくなって俺はもう破産だよ。それはもう考えただけで。イタリアとフランスを回るなんて。一番安い時期って聞いて行ったんだけど、ね、あ、そうなの。飛行機代だけでも40万ぐらい。ああ、すごい。すごい。すごい。おもちゃだから本当は手荷物を預けて無料なはずなんだけど。無料だろ。ああ、ちゃんと人の額取られた。ああ、そうか、やっぱりちょっとサイズ的に無理な。無理だった。一席取らなきゃいけなかったのか。で、パリの、うん、パリディズニーランドがあるんだよ。うん、噂には聞くけどな。まあ、そうだろ。パリの上にディズニーランドがあると行ってきたんだよ。そりゃ気になる。で、ちょっと、ほら、ずいぶん昔にさ、うん、日本のディズニーでは写真撮って SNS だけの禁止みたいな動画を俺たち出したの。出してもらった。フランスは調べても分かんなくて出てこなかったから、あ、まあ違い保険ってことで画像を上げようと思う、ここに。まあな、うん、ダメだったらすいませんって言うだけだよ。私たちは。そうそう、本当にそうなんだ。そう、うん、別にそのな、悪い気持ちで上げるわけじゃなくて楽しかったよっていう。そう、だからみんなこれ楽しいと思ったらぜひパリディズニーに行ってみて。ああ、行ってみてくれ。そうだ、まずフランスのディズニーって、うん、ランドとシーみたいに、うんうん、ディズニーランドと、うん、ディズニースタジオパークっていうのがあるんだよ。ああ、なるほど。やっぱりそれはそれぞれ同じぐらいの大きさなのか。これはね、ランドはもうこっちぐらいでかい、うんうんうん、こっちのランドぐらいでかい、はいはいはい、だけどスタジオパークは、うん、真ん中のメインのところは今工事中で、あら、で、なんか脇のね、アラジンとかも工事中で、本当に狭かった。スタジオパークは、うん、マーベルなんだよ。なるほどな。メインがやっぱりそういうことか。アベンジャーズワールドみたいなのがあって、はあ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 、まあそっちと、アラジンとかと、うん、で、もう一個、こっちのスタジオパークに、うん、トイストーリーゾーンがあるの。おお、なるほど、あるんだよ、やっぱ結構しっかりした。いや、どちらかというとこうあれだな。失礼だと思う。バース、後ろだ。バース、バース、水飲め、バース。バース、水いるか。大丈夫か。大丈夫か。あ、戻った戻った。バース。バース。大丈夫か。あ、うん。大丈夫か。バース、水飲んでいいぞ。水いるか。水飲もう。水飲むか。まずもうおじさんだからな。そうだ、味噌汁だからな。はい、仕切り直した。治ったか、まず。治った。ちょうど修理してもらってます。ああ、よかったよ。あれ、たまたまな。いや、これ、まあ、2パークなんだけど、まあ、それだけちっちゃかったから、スタジオが、うんうん、1日で2パーク行ってきた。ええー、すごい。すごい。あ、そうなんだ。あ、そう。ちなみにだな、その2パーク行くとなると私たちはやっぱこう東京ディズニーランドをイメージするだろう、うん、すごい並んでる、とてもワンアトラクションに時間がかかると思うんだよ。パリもやっぱりそうなんだ。パリはね、並んで50分並んで50分超並んで50分すごいサクサク進むわけなんだ。めちゃくちゃ空いてる。あ、そうなんだ。基本的には10分。おお、まあすごい空いてる時期っていうのもあるけど、うんうんうん、でなおかつその混んでたら、うん、それはこっちと同様にプレミアムパスを買える。ああ、なるほどな。2000円ぐらいでもうスッと乗れちゃう。はあ。最初ね、入り口がね、綺麗なんだよ、まずこれ。うわあ。これまだチケット見せる前かな。うん。ああ、じゃあ誰でもまだ入れるところがこれなんだ。そう、うん、これ時計がミッキーの手で針を示すようになってて、あ、これだけなんか見たことあるけど、
あ、本当に？これオマージュした時計をなんかどっかで見たことある気がする。あ、ホームズとか。あ、まあまあまあそうだね。ディズニーランドね、これオーロラ姫の城なんだよ。ピンクの。これかわいい。綺麗だな。綺麗なんだよ。眠れる森の美女。で、実はその俺、その奥さんがすごい、うん、好きなキャラクターがいて、あら、それプーさんなんだけど、ああ確かに、うん、お二人の結婚式の旅でプーさんが登場してたな。そうそう、入ってすぐな、このプーさんのグリーティングがあったのよ。おお、そう、すごい、すごいだろ。たまたま、もうじゃあ入った瞬間テンション爆上げだ。そうそう、でなんか列になってるし、うん、まあ、並ぶかと思って並んだの、うん、そしたら1時間ぐらいアトラクションが50分だね。プーさん1時間すごい人気だな。なんか向こうのグリーティング、あ、こっちもそうなの、グリーティング行ったことないから分かんないけど、私もあんまりだな、うん、そう、ま、そのプーさんとな、まあ、その並んだ人が会うんだけど、おうおう、無限時間なのこれ。ああ、なるほど、いい時間で、はい、次の人ではなく、なくその人の裁量で決めるそうなんかそのキャストの人がずっとあ、止めないんだよ。なるほどなるほど、もう仕事してないんだ。そう、なんか向こうそもそもキャストの人がみんなその「こんにちは」じゃなくて、おうおう、その「ラオ」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 「おしゃべり中」そう、おしゃべり中やばいよね。だからあれか、あれはやっぱオリエンタルランドの卵なの。そうだと思う、ディズニーではなく、うん、ああなるほど、全然その講習を誰も受けてない人たち、ファミレスみたいな、本当そう、アメリカの、そうそうそう、自由にみたいな、はいはい、そんな感じだから、まあ、1時間、うん、文化の違いだな、うん、1時間並んで、その並んでる間にこの犬の太田さんこれは太田さん、そう、太田さんがいた、なんか目整形されてた、そうそう。そう、似すぎだなすごいよな、それを写真に収めるっていうことで、まあ、プーさんと写真撮って、お、寒いんだな、寒い、うーん、フランスえげつなく寒い、えげつなく寒い俺これダウンの下に、うん、インナーダウン、ニット、超極暖で、下もパンツの下に分厚いスウェットベルトルトのスウェット、ああベルトルトとその下に彫刻なの、エスキモーみたいな格好してる、あ、そうそう、もう完全に寒すぎ、チベットとかに行くためかそうそう、氷対策、氷対策だ、そうなんだよ。ただやっぱ向こうは、バケーションパッケージかもしくは株主優待かで、うん、そのね、顔が入ってる、うん、で金の縁取りがされてるカードを持ってる人が何人かいて、おその人たちは見せるとそのキャストの人に、あ、わかりました、じゃあ何時に予約しますね、何時に来てくださいみたいな、うん、グリーティングなんか予約できないのにそれ1枚で予約して、うん、で好きな時間に来て好きな人に入れるみたいな、ビップカード、ビップカード持ってきてた、はあ、すごいな、このビップカード持ってるやつらがまあ長い、まあこれ見よがしよ、もうずっとやるもうさ、大人がやったらさ畜生だけどさ、はい、その一番嫌なのはその子供が、まあ、分かるよ、子供がどうしてもこうね、うん、プーさんとじゃれちゃったりとか、うん、なんか一人プーさんと会ってわーって喜んでこうペターンって座るみたいな、で座るとプーさんがちょっと喜ぶから何回もやるの、そしたらさ、ま、もう見たら待ってるわけよ、そう、何回かやったぐらいで、もう10分、5分ぐらい経ったぐらいで、もうお母さんがさ、もうほらほら行くよってやればいいじゃん、行くよってやったら子供またペターンってやったら、そしたらなんかその、ほんとうちの子みたいな感じでこっち見んのどうよこのいたずらっ子みたいな、かわいいよね、かわいくないよもうこっちは、おー、うち、早くどいてくれ、早くどいてくれよ、寒いんだからと思ってっていうのはちょっとあったか、さすがにちょっとやだった、ね、あ、まあそれは普通なのか、もしかして向こうの人も向こうの人でなんだこれはと思ってるのか分かんないけど分かんないけど、うん、そう、最初に、インディ・ジョーンズ乗ったの、インディ・ジョーンズ、うん、インディ・ジョーンズが
こっちで言う、レイジングスピリットとか、こう一回怖いやつ。あれだったらもう外で世界観とか何にもなくて、ただわーって言うだけだけど、そうそう、そのインディーが、うん、みんな冒険にとかは言ってくれる。あ、なるほどなるほど。でこれがね、なんかね、こう安全バーがあるんだけど、なんかすごい外で一回転するのプラス、多分外国だから大きい人用に作ってる、うん、まあ、俺らだとちょっと余るのよ、ここが。ああでも一回転するから、うん、ちょっとママ、痛いって結構痛かった。あ、箱の中にこう入れられてバカバカバカされてるみたいな。そうそう、なんか殴られてるのかなぐらいの痛かった、うん、怖かったじゃなくて痛かった、痛かった感想。お二人とも、うん、なんかしょげてた妻も。その後、うん、ハイパースペースマウンテン、ハイパースペースマウンテン、スペースマウンテンスペースマウンテンの強い版、シンプルに強い版。強い版、これがね、あすごい、これなんだけど、うん、完全に向こうはスターウォーズの世界観で、びっくりすると思うんだけど、この上りが一番怖い。え、それどうして怖いの？これね、向こうのアトラクションって、うん、日本は落ちるが怖いけど、もちろん向こうは速いが怖いっていう文化らしくて、うんうん、とにかくスピード出してくんだよ。はあ、上りも。そう、上り、この上りを異常な速度で上がる。なるほど。日本だったらこうカッ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 というこの、え、怖い怖い。しかも、でも、うわお、飛び出るぐらいの。このまま登ってったら本当になんか、こう、こう、切れちゃうよ。ああ、怖さ。へえ、やっぱり外国だな。外国、もうとにかく早くて怖かった。その、チョコエッグの時もしっかりだけど、うん、味の繊細さとかでなく、最初からパワー、全然でもう、とにかくパワー。出力100で戦う。これが今の技術だよ。それが怖い、本当に。なるほど。で、スペースレンジャー外に、うわ、これ、トイストーリーグッズゾーン。すごい。結構ね、これが熱かった、これ熱い。なんだこれ。フィギュアセット。フィギュアセットな。しかも、ちょっとデフォルメされてる。うん、これ、あんま東京ないよね、このフィギュアさ、うん、全体セットでこう浮いてるっていう。ないな。向こうは結構これ主流らしくてさ。ああ、そうなの。どの作品もこれがあるの。アベンジャーズとかマジで熱い、これ。いや、それ好きな人からしたらたまらないだろうな。激アツも。うわーって。サノスも。サノス。全部いいの。全部いいの。でもなんか、その分ちょっと、あの、良心的だな、日本より。あ、うん、日本はやっぱこう当てさせたりする。そうな、そう、ピンバッチ、ピンバッチしかないチョコエッグみたいな、こう分かるだろ。そうそう、そのギフプラ当たっちゃうから。そう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 。で、あとこれもあった、バズの。え、これめちゃくちゃいいな。そう、これだ、これだ。そう、開けてなんかつけれるみたいな。うわ、これすごいな。ウォーキートーキーズみたいな、これがあるともっと広がりそう。確かに。おで、これ、あ、私だ、ほんとな。映画みたいにいっぱい並んでた。ああ、誰だ、2番目のやつだ。すまない、お昼にブリトー食べ過ぎたな。NG のやつ。NG のやつだ。そう、ここでやってんだよ、多分。一緒は一緒なのか、一緒のやつは全部。パイレット、あ、それこそカリブは、タイトルがもう向こうはパイレットオブカリビアンっていうアトラクションなんだよ。ああ、でも、その、中身はほとんど一緒。そのこうやって逃げ回るやつとかは全く同じやつがいる。ああ、なるほどなるほど。でジャック・スパローが樽の中でこう、こうやって出てきて帰るみたいなのも完全にあったし。あ、ただ向こうのパイレーツは入りがめちゃくちゃいい。え、いい、いい。なんか最初東京のレストランの横の水路をこうやって行くんだけど、うんうんうん、東京ってやっぱ天井がこの辺にあって、この辺なんか雑な装飾というか、まあ、雑でもないんだけど、まあ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 、まあ、なんかもうここの力の入れ具合がすごくて、なんかね、本当になんか用水路ぐらい狭いというか、あ、もう立ったら全然触れちゃう位置に物があるのよ。もう草とか、あ、だからなんか逆にこうすごく世界観に余計なものが入ってこないから、導入がうまいんだな。うまい、
なるほど。ちょっとレストラン離れてからもそういう道がずっと続いて、本当の船乗ってる感。ああ、なるほどなるほど、そういうことか。うん、めちゃくちゃ良かった。クレープ屋さん屋台みたいな、クレープ屋さんもあったんだけど、なんかね、クレープって言ってたから、クレープ頼もうと思ったら、うん、本当になんかそのバターのクレープで、うん、あんまり買わなくてよかったなって。これなんかそのいちごとか、うん、バニラアイスとか選択肢がない、まず。え、そのクレープしかない。あ、そのクレープといえばこの皮のことをクレープと考えてるのか。うん、うーん。で、最後折りたたんだ後にギャッて砂糖かけて、え、終わり。買わなくていいよ。みんな買わなくていい。買わなくていいぜ。パリのクレープは。スタジオパーク行ったら、うん、最初な、ジェシーいたんだよ。おー、ジェシーだ。すごいな。ウッディ の, あの仲のいい人というか、うん、親しい人が好きなものばかりで、そうな、どこに行っても。で、並ぶのはあれだなと思って、トンネルでツーショット撮ってる。並んでくれよ。時間に限りがあったから。まあ、確かにな。そう、また変なな、親子が来たら大変だし。そうそう、だ、人が撮ってる横で、あんま良くないらしいんだけど、これ。ああ、そうそう、うん、マーベルの乗り物は2個あって、1個スパイダーマンの、うん、なんか 3D みたいなやつと、あ、もう1個このアイアンマンの、アイアンマンの乗り物みたいな、これかっこいいね、まず乗り物が、うんうん、で、意外と30分とかで乗れるの、うん、で、これ乗ったんだけど、これも速くて。とにかくパワー100で始まった。もう速いが売りらしい、ね、あ、なるほどなるほど。最速、うんうん、中では最速みたいな、はいはいはい。いやいや、もうでもスペースマウンテンもすごかったよとか思いながら、うん、一番前でさ、うん、でこう、もうなんかわかんない、その並んでるとさ、前の号車が行くじゃん、うん、ガーって、なんかここで止まんない、一回、うん、止まってんのまで見えるので、この見えてるやつがギュッていなくなる。あ、ここ早いぞと思って後ろに渦巻きついた感じ。そうそう、なるほどな。で、まあ、イメージドドンパ、富士急の。ああ、はい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 、そうそう、急な、なんちゃらでみたいな、うん、何秒で何キロみたいな、そうっていうみたいな、はい、で、そのドドンパぐらいだと思って乗ったら、うん、ドドンパの倍ぐらい長さあって、どういうこと、何の、何の、その最初の直線の長さ。ああ、なるほどなるほど。ドドンパって結構一瞬でダギューンぐらいで終わるんだけど、ダギューン。あーあ、怖かったもん。なんかうわーって、なんかこの辺がさ、キューってなるじゃん。わかるわかる。うわーってキューがなんか、ね、行き過ぎるとね、ポッてなるの。キューが行き過ぎるとポッてなる。そう、初めて。え、うわーってツーって涙が出るの。なんか覚悟が決まるのかな。そう、潜在的に。その死ぬと思うのか。もうなんか本当に怖いよ、一個通り越して、はっ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 みたいな。その後はほぼスペースマウンテンと一緒なんだけど、でもすごい、やっぱ横回転と平気で効いてない縦回転があって、スペースマウンテンと違うのなんかね、途中になんか多分液晶があって、設定としてアイアンマン、キャプテン・マーベルと一緒に敵軍を倒しに行くぞっていう設定だから、おうおうおう、途中なんかこう通り過ぎるときに液晶にアイアンマンが出てきて、なんか多分大丈夫か、次の標的が来る、避けろみたいなこと言ってんの、うんうんうん、だからレーザーとかピュンピュン。なるほどなるほどなるほど。スペースマウンテンって結構なんか何もない、うんうん、その辺の映像をちょっと世界観あって、うーん、そんなものを見てる場合じゃない。早い、怖いが。そうそう、なんか光ってて、なんか言ってるけど、うえくあくえ。これも一番怖かった。あ、一番怖い。一番怖かった。はー、いや、すごいな、それ。すごい。一番怖いの乗りたい人はのアイアンマン。アイアンマン、パリの 100% アイアンマン、うん、これ並んでる途中に外国の前の方が話しかけてきてさ、おお、なんかちょっと目あったら話しかけてくるの、向こうの人、うん、なんか、oh, Japanese? みたいな、 Ah, yes! Where are you from? I'm France, but not Paris みたいな、うん、ああ、向こうもカップル、
ラブ、うん、漫画みたいな、お漫画、うん、でその呪術廻戦みたいな、うん、呪術廻戦最近モノマネしてるし、うんうん、お呪術廻戦、お、Yeah I love、語彙力のなさで広がらず、その、うん、なんか向こうが気を使って前を向いてくれた。なかなか珍しいな、その海外の人に気を使わせてさりげなく前を向かせるの難しいぞ。趣を知る。趣を。こんなもんでやめとこう。この空気感の。わびさびを学んでくれた。これミッキーになってる。あ、すごい。すごいよねこれ。これすごい。これのためだけに行く価値ある。じゃじゃん。